はいどうも皆さんこんにちは。本日もポケモン動画撮っていきましょうか。そして本日のテーマはポケモンニュース気になる点、具体的に今週はどういったトピックスがあったのかっていうところを皆さんと一緒に確認していきましょう。まずはこちらをご覧くださいと。そしてもしよろしければこのタイミングで高評価、そしてチャンネル登録をポチッと押していただけると非常に嬉しいのでよろしくお願いいたします。まずはこちらから見ていきましょうか。で今ですね画面に映ったと思うんですが、ざっとねちょっと見ていきましょう。まずポケモン公式の動きから見ていきましょうか。でまずですね、今週具体的に何があったのかっていうところなんだけど、まあぶっちゃけね、まあもうすぐポケモンデーであったりとか大きなイベント、まあ任天堂ダイレクトとかが控えておりますので、まあ新規のね、まあ情報っていうのはそこまでないのかなっていうところ、SV に関してはね。でまあこういった形で、まあおそらく初心者向けかな、初心者向けの内容であったりとか、で、聖司先生であったりとか、聖司先生ってめちゃくちゃ人気っすよね。なんか見た目あんまり先生って感じがしないんだけどさ、そこのギャップがいいのかな。で、最強のポケモンたちが来ましたっていうところで、最強のポケモンね、今回月光河が新たに追加されました。で、合計3体となりましたね。リザードン、月光河、そしてエースバーンと。で、今世間では、第4の最強ポケモンは何がやってくるのかっていうところの考察がなされておりますが、現時点では特段公式から情報はもちろん出ておりません。ただ言ってもね、最強ポケモンに関しては、あと1週間か10日後ぐらいには情報出てくるんじゃないかなと思ってます。で、まあこんな感じでしょうか。で、あとね、大きな点としましてはやっぱりこれかな。この3人の並びが見られるなんて多分ね、これで最後になるんじゃないかな。今ね、アニポケはメザポケっていうパートに入っていて、このメザポケっていうのは具体的にどういったものかっていうと、まあその、サトシが引退することを決定したんですよ。ピカチュウとサトシの引退が決定して、で、4月から確か新たなアニポケシリーズが始まるんですよ。主人公が交代となりますね。で、それまでに今までの思い出を振り返ろうっていうところで、サトシが触れ合ってきた仲間であったりとか、ポケモンたちがどんどん出てくるパート、で、過去の物語とかも再現されていたりとかもあるんですが、まあそういったところがね、メザポケパートとなっていて、で、サトシじゃねえわ。タケシだ。タケシが出てくるパートが確か1月27で、固定されていたはずなんですよ。で、霞が1月20日の回だっけな。確かそうだったと思いますね。で、今回ね、勢揃いっていうところで、かなり久しぶりに勢揃いしてます。で、おそらくね、この3人が揃ってる姿を見れるのは、今回が最後じゃないかということが言われているので、まだ見てない方はね、YouTube でアニポケ、実はね、こちら、動画投稿されておりますので、ぜひね、そちらもご覧くださいと。で、アルセウスが発売してから1年経ちましたというところで、いやー、懐かしいね。レジェンズアルセウス。ただ、今思うとめちゃくちゃ画期的で、すごい面白かったなと思いました。なんかポケモンなんだけど、ポケモンじゃないみたいな。なんかこれさ、続編出てほしいよね。今思うとめちゃくちゃ面白かった。なんだろうね。なんか今回スカーレット・バイオレットってオープンワールドではあるんだけど、まあ、一応そのアルセウスがね、ベースになっているんですよね。で、アルセウスって純粋なオープンワールドではないんですよ。ただぶっちゃけこっちの方がやりやすかった。移動であったりとかさ、ね、諸々のところ考えると。あと操作性とか。個人的にはなんか次回作はね、アルセウスみたいな感じにしてほしいなと思いましたね。あとは次回作というか続編かな。うん。あとダウンロードコンテンツも出ないかな。噂ではレジェンズセレビーが出るみたいな話がありましたけど、結局出てなかったからね。まあそんな感じかな。で、他特段トピックスはないかと思います。まあちらほらね、いろいろ出てはいるんですけど、まあそんななんか SV に関する、うおーすげーって内容はないかな。で、次なんだけど、これ多分ね、初めて出てきたと思います。で、これね、もう見てもらったらわかる通り、スカーレットブックとバイオレットブックが、このゲームの世界には存在いたします。で、そのスカーレットブックとバイオレットブックのページの一部に、まあ、スイ君とビリジオンなのかな、あれは。まあ、ほぼほぼね、あれ確定かと思うんだけど、まあ、それっぽい姿のポケモンがですね、載っていたんですよ。伝説のポケモンっていう枠組みで。で、そのね、見た目はなんとなく想像はつくんだけど、色まではわからなかったんですよね。で、この度、なんか色がね、判明したというところで、こちらかなり話題となっていますが、まあ、想像通りじゃ想像通りですよね。正直。
けど、このスイ君のビリジョンなんだけど、位置づけがめちゃくちゃ気になっていて、うん。結局、どうなんだろうね。これね、3頭が融合したみたいな感じなんですかね、それぞれ。で、この2体いるっていうのがめちゃくちゃ気になっていて、なんか例えばその、ダウンロードコンテンツってさ、まあ、共通っていう認識なんですよ。例えば、ソードシールドで、なんかその内容が異なるとか、そういったイメージってあんまりなかったし、で、今回のスカーレット・バイオレットも同じ内容になるんじゃないかなと思っているんですが、ただ、スカーレットブックとバイオレットブック、それぞれね、記載内容が、このポケモンだけ違うんですよ。ってことは、ダウンロードコンテンツ仮に買ったとしても、出てくる、まあ、伝説とか幻ポケモンっていうのは、異なるということなんかな。だからまあ、もしどちらも欲しい、コンプリートしたいんであれば、やっぱり通信交換が必須になってくるということなんでしょうか。ちょっとそこがね、気になってる点かな。おそらくこの点に関しては、多くの方が気になっているんじゃないかなと思いますが、まあ自分もそこの点については気になってますね。まあとりあえず、このような感じになってますね。はい。いやーけど、ビリジオンとスイ君か。まあダウンロードコンテンツ、ほぼほぼ内定でしょうね。なんか最近は本当に、なんかダウンロードコンテンツの具体的な内容まで明らかになってきたりしているんで、まあ基本的には海外の情報ですけど、ただあれもね、結局どこからどこまで本当なのかっていうところはわからないけど、ただまあスカーレットとバイオレットの内容ってさ、まあ実は発売前からかなりね、なんだろう、前倒しで内容が判明していたんですよ。で、その内容っていうのがね、95% ぐらい合っていたから、多分今出てる内容っておそらくほぼほぼ合ってるんでしょうね。うん。なんかアルセウスの時とか、あとスカーレットバイオリスの時もね、同様でしたからね。いや、さすがにこれねえだろ、絶対ないわって言われていたことが、いざ発売してみるとガチだったってなっていたんで。まあ、噂というか、もう本当にあれって、ほぼほぼガチ情報なんでしょうね。はい。まあ気になる方はね、確か、この動画の1本前か2本前ぐらいに投稿してるんで、ぜひね、ちょっとそちらの動画も重ねてご覧ください。まあ、めんどくさい方はね、スカーレット・バイオレットの再生リストを作ってるんで、多分それをね、上から見てもらえれば出てくると思います。はい。って、こんな感じかな。で、まあ、他特にトピックスはないんですが、あと、ポケモンデーか。そう。冒頭で触れたんだけど、ポケモンデーがね、いよいよ、控えております。で、これね、2月の27にあるので、まあ、1ヶ月切ってるって感じか、残り1ヶ月でございますというところで、ただま、特段ですね、公式からは、ポケモンデーのスケジュールとか、まあ、どういった内容が出るかっていう告知とか、事前情報は特にない状況。ただ、去年の公式の動きとか、一昨年の公式の動きを見ていると、まあ、結構ね、寸前まで、情報というか動きがないんですよ。で、おそらく出てくるのが2月14日、バレンタインデーかな。それが過ぎ去ってから出てくるみたいなイメージであっているかと思いますので、まあ少なくともこの2週間はね、ポケモン公式から新たな情報って多分そんな出ないんじゃないかなと思ってます。まあ、もしね、何かしらの動きがございましたら、こちらのチャンネルで取り上げていくので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。って感じでしょうかね。あと1ヶ月か。けどやっぱり目玉となってくるのはスカーレット・バイオレットのダウンロードコンテンツか。まあそちらの内容。で、それに加えて今年はね、ポケモンの外伝がおそらく周期的には出るんじゃないか。まあダンジョンであったりとかピンボールなのか、全然わからないよ。RPG なのか。けど何かしらの外伝はおそらく出るだろうって言われておりますので、まあ個人的には楽しみですね。まあアルセウスを除くと多分外伝ってね、まあ今年多分僕も出ると思うんですよ。ただ個人的な予想としてはね、多分ダンジョンシリーズの最新作が出るんじゃないかな。で、多分出るとしたらスイッチ最後の、まあ、多分ダンジョンになるんじゃないかなと思っていて、まあ任天堂スイッチの寿命がね、いつまでかっていうのがわからないんですけど、まあ普通に考えると、まあ2023年中には出るんじゃないかな。まあ2024年っていうことはないですもんね、普通に考えると。まあスイッチもいつまで続くかっていうのがちょっと気になるところではありますが、まあ 3DS の天下が約10年続いたっていうところを考えると、まあスイッチも多分10年ぐらいなんですよってところを考えると、まあ2026、2027あたりがまあ多分ね寿命だと思うんで、ただグラフィックがちょっと追いついてないからね、スペックが、いやもうちょっと前倒しになるかもしれないですけどね、どうなんでしょうか。まあとりあえずね、そういった形になってます。ポケモンデー楽しみですね。皆さん何が公開されると思いますか。ポケモンデーってね、そのスカーレット・バイオレット以外にも、まあ、様々なポケモンのゲーム系列のものがあると思うんで、ポケモン GO とかユナイトとか、あとポケモンカードとか、で、他には EX とかが俺やってないんだけどさ、
で、そういった類の情報とかもね、どんどん出てくるので、まあ、そこもね、含めて楽しみですね。はい、まあ、そういったところで今日の動画このあたり終わっていきましょう。まあ、言っても今週はやっぱりアニポケかな。アニポケはね、本当にずっとトレンド入りしてるぐらいね、やっぱその感動の回というか、なんだろう、昔からポケモンやってる方からすると多分感動の回になってると思うんですよ。なんでそういった意味でもね、なんか普段アニポケ見ないぜっていう方も見ていただいた方が個人的にはいいのかなと思いました。はい、ということでお疲れ様です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後に高評価もね忘れずにポチッと押していただけると嬉しいのでよろしくお願いします。ではまた。